県高松市出身のプロ野球選手、監督。ポジションは外野手。高松商業学校から関西大学卒業後の1936年に創設されたばかりの阪急軍に契約第1号選手として入団する。しかし、阪急に入団する前に事情がわからない、まま阪神とも契約を交わしてしまい、阪神からは違約金として3000円を要求された。 外野手として1年目より、規定打席不足ながら打率、387と活躍する。小兵の一番打者でならしバントアンダーを得意とした。選手業の傍たわら1943年から1947年途中まで、兼任監督を務め、1948年にた球団に先駆けて二軍制度を導入した。 1950年限りで選手を引退し1951年から助監督となり、1954年から1956年まで二度目の監督を務めた。藤本貞義が監督に招聘された1957年からはコーチとなり、1960年に対談するまで半球一筋だった。1961年、高松省の先輩、水原しの誘いで、 東映フライヤーズのコーチに就任し、1962年のリーグ優勝と日本一に貢献。その後は中日ドラゴンズのコーチ、スカウトなども務め、1974年から再びに軍監督として阪急に復帰。1978年はシーズン途中に機関支配炎で入院した上田理事に代わり監督代理として一軍で指揮を取った。 1980年を最後にフロント入りし、球団参与を務めた。2002年11月28日に肺炎で死去。ありがとうございます。